サブレイジャーさまってです。お、どうもアルカデです。はい、ということで、ちょっとビジュアル系好きな人にこうおすすめしたい、ね、曲をまたありましたので、まあ、ちょっと持ってきたんですけれども、今回はホーリミテッドサザリーズの曲なんですけど、前はあんまり好きじゃなかったんだけど、ビジュアル系の曲聴いてから改めて聴いてみるかと思って聴いたら、めっちゃかっこいいじゃんってなった曲なんで、もしかしたらなんかポサみたいなのがあるんじゃないかなと思ってちょっと持ってきました。ほう、その曲がキュービックっていう曲。あ、出ました。あ聞いたことある。あ、俺好きっすよ。あ、本当っすか。好きっすよ。あ、じゃあよかった。まあ聴かなくていいかじゃん、そら。あ、まあ一応聴いてみます。一応聴いてみ正直あんまり良くねえなと思ってたんですよ。あ、そうなんだ。あ、そうそう、あんまり好きじゃなかった。全然聴いてなかったんだけど、まあたまたま最近聴いてみたら、お、めっちゃかっこいいじゃんってなって。俺逆っすもん。だから俺逆にブラッティクにフォーリーに教えてもらった時に、いろいろ調べてる中でヒットしたか、あのうちの一つ。なるほどね。かなり信憑性高いっす。なるほどね。あのぽいんだよね、ちょっとぽいよね。ビジュアル系っぽいんすよ。うん、聴いてきますか。一応、まあ、一応聴きますか。はい。いや、いいですね。いや、めちゃくちゃかっこいい。2017年の5月ぐらいに、ちょっとハマってたから、はいはいはい、結構懐かしかったです、ね。ああ、なるほどね。俺結構サビで、結構持ってかれたというか、で、イントロとかの音も重くて、それで結構好きだなと思ったんで。こう構成的になんか、1番の A メロ、B メロと、まあ、1番のサビで、2番の A メロ、B メロ、2番のサビみたいな、全部なんかこうブロックごとで違う音楽みたいな感じがしてて、そこからなんかちょっとこう子供ドラゴンっぽいというか、なるほどなるほど、全部ドラムのリズムとかも違ったりとかして、 そうだね、そこもめっちゃかっこよくて、あの B メロのこういうみたいなリズム結構、そうっすね、ビジュアル系にある感じが。4フェスに行ったじゃないですか、はい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 、2017年4月に。で、フォーリミにかなり興味を持っていろんな曲聴いてて、なんかキュービックって曲よくねって確か一回言ったんだけど、うん、だからそんな曲あったっけなみたいな反応を確かされたような記憶がある。 あんまり好きじゃなかったんだよね。そうなんだよね。そうそう、あんま有名な曲じゃねえのかなと思って、俺一人でハマってんだからみたいな感じで確か思ってた。俺はあんまり好きじゃなかった。そういう変化もあるんですね。そうそうそう、ビジュアル系を聴くようになって、自分の好きなバンドのあまり響いてなかった曲が、うん、よく感じるんだけど、これはいいことじゃないですか。そう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 、確かにね、フォーリミっぽくはないんだよね。そう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 、サウンド的にかなりこう、あのフォーリミってどちらかというとキュンキュンキュンって感じの音が結構多いんだけど、うん、これはデー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 って感じで、そうかなり重めなサウンドだし、まああと小笠さんがもう結構シャウトみたいな感じで、ね、そうだね、そう出だしがだってもうそんな感じだから、うん、いやーだから、ね、そうねイントロがこう激しくて、でサビにかけてちょっとメロディアスになるみたいな感じのも、結構あるじゃないですか、ビジュアル系の曲とかで、はい、ビジュアル系聴いてる方にもちょっとこう聞きなじみのあるこう展開というか、うんうん、フォーリミの曲の中だったらかなり良さそうだったですよね、うん、一番かなって思って、キュービックかなり一番レベルかなって感じ、キュービック、ナイフ、エスケープあたりかなって感じですけど、ね、あとガラパゴスか、ね、あ、そっか、うん、僕のその変化もあったので、ね、それはかなりでかいですね。そうそうそう、もともとは本当にあんまり好みじゃなかっただけど、まあたまたま弾いてみたらめっちゃかっこいい。こういうこともあるんですね。そうですね。結構ビジュアル系の影響でかいですね。いや、でかいですよ。でかいですよ、だから。ホーロックとホーリーも実はあるのかもね。そういや、もしかしたら、ビジュアル系聴いてなかったらあんま良くねえな、みたいな。その、一回こっち挟んでなかったら、あるかもしれない。あるかもしれないよね。で、シムとかももしかしたらハマってないかもしれない。あ、そうだね。シムみたいな。で、俺がこう、そう変わったんで、まあ逆にね、そのビジュアル系がもともと好きでっていう方にも、まあそうなる可能性はあるよっていう感じの、うん、キュービック好きな人はもうビジュアル系の曲、そうそうそう、が何曲かハマる曲あるかもしれないっていう、そう両方ね、ビジュアル系もホロックもっていう、もう全然どっちでもいいよっていう感じだと思うんで、ね、いいですね。まあ気になった方はぜひ概要欄の方から聞いていただきたいなという感じでございますね。僕らのもちょっと太鼓判をさせていただくと、そうですね、この曲かっこいいっす、うん、まああんまり響いてる感じがないので、こう一発ここでなんかドッとなってほしいなみたいな感じでもね終わります。いや、いい企画だこれ。